ございます。逆光スタート、今日は日曜日なんですけど、朝早めに起きたので、どっか行こうかなと思います。もともと出る予定はなかったんですけど、台風が3つ来てるってことで、今週末はどこも出れねえんだなと思ってたら、なぜか晴れたのでもう走ってしまおうということで、一応の目的地は今のところゲートブリッジに行こうかなというところです。ゲートブリッジは1回だけあれだな、日の出を見に行ったね、今年の初め、仲間の車に乗って行ったのはそれっきり1回だけですね。日の出を見たのはゲートブリッジというか、その多元の若洲、臨海公園だったかな。初日の出なんてそんなに感動しないだろうと思ったら、太平洋から登ってくる朝日はやっぱり感動したな。もともとゲートブリッジは自分で行きたい場所だったんですけど、せっかくこうやって自由に使えるバイクがあるんで、もうどんどん行きたかった場所に行こうと思います。夜から天気が悪くなるみたいですけど、まあそれまでに帰れればいいかなと。本当は出てこようかちょっと迷ったんですけどね、日曜の朝なんでプリキュアがあるんでね、まあ、でも録画しとけばいいかなと思って。すんげー低い車が来たぞ。バイク、お、なんかすごいぞ。なんだこりゃ。警察、おはようございます。どうしました？なんすか？なんかあったんすか？事故？うわー、なんじゃこりゃ。荷崩れ、あららららあれらら、すげえことになってた。信号待ちで止まってたら後ろから突っ込まれたみたいな感じだったよね。うん、バイク、事故は怖いね。自分が気をつけててももらい事故ってあるからね。バイクは後ろから突っ込まれる可能性が高いらしいので、バイクはデメリットがいっぱいありすぎますよね。メリットがあまりないんでね、楽しいぐらいしかない。あと何があるかな、涼しい。快適性だったらダントツ車だからな。やっぱり風と自由なんだな、それ以外はなし。安定性ないしね、すぐ寝ようとするしね。あとこういう風に止まってる時暑い。あとなんかバイクは盗難される確率が非常に高いらしくて、もうそういうところもデメリットですよね。盗難が多すぎて車両保険がないっつんだよ。どういうことなんだろう。各メーカーごとに車両保険はあるらしいですけど、あとまだあれあった、メリットあった。もう操ってる感が半端じゃない。その安定性がないっていうデメリットがあるから、しっかり自分で支えてあげないと、操縦してあげないと、もう即倒れちゃうから、デメリットがメリットを生み出してますね。風と自由っていうけど、都内はなかなか自由にさせてもらえないね。駐輪場がなかったりね。後ろにスクーターがいっぱいいる。スクーター原付とかだったら都内入っててもいいかもね。とこういう
ネイキッドとか単車で行くのは気が引けるな。まず装備がねダメだわ。重装備をしてね買い物とかできない。暑いし動きづらいし左から抜いてったぞこいつ。バイクの横をすげえな。ほらどうしたみんな何をそんなに急いでんだ。もっとゆっくり走ろうぜあのもうすり抜け専用車みたいにミラー立ててる人とかいますからね。車幅というかぶつからないように少しでも狭いとこ入っていけるようにかなんだか知らないけど。うわすげえ晴れてんじゃん。よかった出てきて。環七通り、ここが環七。なるほど。じゃあ環七にこれから行くわけだね私は。これが環七。混んでるね随分。皆さんどこ行くの。うわーすげえこの看板何。横浜大井ふ頭大森五反田。うんバイク、バイク多いな。うわー気持ちいい。ここは急に不当的な感じになったな。うんバイク。あーもうあれか、埋め立てというかそういう場所に来たんだな。通りで街並みが急に変わったと思った。うん、うわこれ何車線？2、4、6、7車線もあるぞこういう車線がいっぱいある交差点さあ、ここ右だった例えば、まあ、今右に行くところをまっすぐ来ちゃった、まっすぐ行く方向に行っちゃうんですけど、向こうに見えてるたどり着くべき車線がどこの車線なのかが分かんなくなりますよね。なんか自転車がいっぱいいるな。すげえ漕いでるもん。タイムトライアル的な周回コースみたいになってんのかな。なってないっぽい。うわー綺麗だ。あゲートブリッジあった。この自転車右から来るのどこに行くつもりだ。右に行くのか。どういうなんだこれ無法地帯だなあ。バイクがいたけどちょっとやれできねえな。すげえこっち見てたな。なんかかっこいいトンネルだなこれ。おお、なんでこりゃ全然車いない。おお見えた。真正面に見えましたな。かっこいいこの橋ゲートブリッジかっこいい。ザ人工物って感じがするあそこに俺今から登るのか。うんかっこいいな。誰かに映像撮ってほしいぜ後ろから。うわーいい眺め。すげえこれ何これ、空に登ってくみたいな橋だねこれ。このまんま雲の上まで行けそうな気がする。すげえ
かっこいい。何この橋。かっけえ。うわ。うわすげえ。すげえしか言葉が出ない。かっこいいな。よくぞこの場所にこんなものを作ってくれました、うん、たまに来よう。かっこいい。駐車場の脇に止まってこれからどうするか考えよう。ここね。止まれねえ。じゃあちょっくらこっちに寄ろうかね。おーかっこいい。ちょっくらこの辺に止めて。7時半か。全然時間あるな。目的地決まりました。次の目的地は千葉県です。千葉のとある町へ行きます。